どうも、ベテです。パースからやっていきたいと思います。はい、本日は、花の献立表でもらえる SR 選択チケット、こちらの解説をしていこうかなと思います。まずはじめに、この選択チケットの手に入れ方なんですけども、サクセスをしてください。サクセスをしまして、チケットが手に入るんですよ。育成完了すると20枚。で、アシと栗林、花を入れると1点につき2枚多くもらえます。普通の今までのね、イベントと違って、普通にサクセスするだけでいいです。すごい、価格記念はね、低くはなってますね。で、こちらの方で、150枚ね、花の献立表を手に入れると、SR 選択チケットがもらえます。まあ、それ以外にも SR 券、10% 券、30% 券とかもらえますんで、どんどんやりましょうという形なんですけども、150枚ってことは、まあ、普通に、何も入れない、青足のキャラ入れなくても、8回。で、青足のキャラをね、フルで入れて、6回。まあ、そちらで終わります。まあ、これは普通にゲットしておいた方がいいキャラもいますので、これはね、イベント終了までにはゲットしておきましょう。2月10日まであるんでね、これは全然大丈夫だと思います。2月10日だよね。2月10日。で、こちらの選択チケットの内容なんですけれども、こちらの引換券で第6弾、こちらでございます。三越場、おとぎ、姉妹、で、ミネ、オートルカ、で、ケイ君。で、サラシナ、セワヤキ。で、カットウジ、ユウキ、サエキ、ケンジョという12体でございます。で、まあ、自分がね、一番注目してるキャラ、ユウキくん。こちらね、別バージョン来て、まあ、上位互換いるんですよ。上位互換がいて、まあ、日本代表のユウキくん。そちらはフィジカルスピードの得意練習。で、金徳2個獲得できるんですよ。でもね、普通にそれも強いんですけど、このゆうきくんも悪くはないんですよ。このメンバーの中ではテーブル、そして、ま、金徳、ま、それを考えると頭一つ抜けてるのかなと。ちょっと厳しいのが、ま、得意練習がスピードというところ。ま、ここがちょっと微妙かなと思うんですけども、他のキャラもね、基本2周連持ちのやつは来てないんで、もうゆうきくん選んだ方がいいのかなと。始めたばっかりの方はね、ゆうきくんは全然ありだと思ってます。まあそれは、まあ得意練習頻度2あって、敏捷ボタンあって、で、イベリツアップと45レベルになると試合経験点と。しかもこいつの筋力ってバリケードで確定なんですよね。まあ使うとしたらギガント学園高校かなって感じなんですけど、ギガント学園高校でバリケードもらえるんでちょっと使いづらいっていう面もあるんで、まあ今現状ね、すぐ強くなりたいって方はゆうきくんではない。でも、普通にこの中で一番使えるキャラって言われたらゆうきくんかなと思ってます。はい。あとは、まあ、佐伯くんとか。まあ、佐伯くんは初めての選、まあ、今回選択チケット初めてのかな。こちらはやる気ボナの、テーブルでございまして、無回転と早打ちだっけな。なんかそんな感じの筋力、どちらか選べる感じの筋力です。悪くはないキャラですけど、まあ、今の現状、まあ、デッキに入ってくるキャラではないのかな、という形でございます。まあ、デッキに入ってくるといえば、まあ、ミネくん。まあ、毎回、最近のやつで出てきてるミネくん。これは普通に、デッキに入ります。タキシードミネ。まあ、別バージョンの方がデッキに入るんですよ。でも、タキシードミネと、ミネ、普通のミネ。まあ、違う部分って、ボーナスが、向こうは技術精神。こちらは筋力。で、向こうは、筋力確定なんですよ。でも、こっちもね、言うて筋力成功率、悪くないんですよね。なので、まあ、始めたばっかですぐ強くなりたいって方は、ミネ君ありなのかなと。両利きっていう筋力で、まず、どこのポジションでもね、全然つけれる筋力です。しかもオフェンスなんで、これからもね、多分死なないと思うんですよね、ミネ君は。なかなか死なないと思うので、まあ、始めたばっかりの方、まあ、青足見てね、始めた方は、まあ、ミネ君はありかなと、思ってます。普通に悪くないです。聖火第一高校でもね、ミネ君がいると結構楽になりますんで、いいと思います。あとはちょっとね、なんでここで入ってきたんだろうっていうキャラ、オードルカ。まあ、こちらもね、別バージョン来たんですけど、別バージョンと、こちらのバージョン。ちょっとね、使い道が違うんですよ。向こうは普通に、まあ、なんだろうな。金徳も確定になりましたし、イベントも変わって強くはなってるんですけど、こちらって、得意練習頻度が高いんですよ。向こうより。45で得意練習頻度が4と。
まあ限定なんで PR を手に入るのは結構大変なんですけど、もしここまで開放すると何かの時に使えるんですよね。何かイベントでこのサクセスをしないといけないっていう時にメンタルの攻撃で入れると楽ですし、まあ海王山高校、まあ海王山高校が復刻するならば結構楽になるのかなと。結構あの高校はメンタルキャラ大事で体力回復が大事になってきて、メンタルのタックが結構重要になってくるんで、まあ得意練習頻度あってメンタルキャラって結構楽なんですよね。何本か自分も動画を上げてるんですけど、オートルカや、まあ、シゲノ。あとは、あれ、誰だっけ。花ちゃんか。花ちゃん。違うバージョンの花ちゃん。で、それとかならありなんで、まあ、オートルカは俺選んでもいいのかなと。技術精神もボーナスは入ってるし、普通に、まあ、筋力成功率はちょっと微妙。まあ、成功率は結構高いんですけど、依存がわかんない。依存がチームメイト評価なのかなって言われてるぐらいなんで、ちょっと依存が分かりにくいんですけど、成功率は悪くないです。なので、オートルカは選んでもいいかなと。まあ、いつき、おとぎ姉妹、この二人は、この三人はまあ、選ばない方がいいかな。モンスター高校で、まあ現状、星5のキャラなんですよね。初期星5。まあ、選手ランクが D なんで、星5のキャラなんですけども、ちょっとね、これは使いづらいのかなと。モンスター高校でって感じはちょっと厳しいかな。この3人は、まあ、もしね、モンスター高校でそういうキャラを入れるならば、レベルを高くして入れたいんですよ。やっぱり45とか50にして入れて、まあ、相馬も回収しながら、まあ、金徳取って、まあ、そいつも育てて、みたいな感じでいきたいんで、まあ、ちょっと、35で使えるかって言ったら微妙だと思います。あとは、ま、世話焼きはちょっとほっときます。これは正直使えないです。で、剣城も正直使えないです。で、サラシナ。サラシナは、まあ、水着のサラシナ着てますけど、こちらのサラシナって金徳確定なんですよ。向こうはぶっちぎり、まあ、ほぼほぼオフェンス上げてると失敗しないんですけど、こちらは強心臓が確定。どういう状況でも確定なんで、使いやすい。まあ、ミネ君と同様、まあ、聖火第一高校で使えるんですけど、普通に、両方とも使いやすいです。まあ、強いて言えば、俺こっちの方が使いやすいのかなと思ってます。サラシナの方が使いやすいかなと。まあ、金徳確定ですし、まあ、滝ミネじゃなくて普通のミネならば、サラシナの方が、まあ、頻度も高いし、初めてばっかりの方は使いやすいのかなと思ったりもしています。普通に体力回復イベントも2回あるし、悪くないんですよね。初期評価も高いし。なので、まあ、サラシナはありかな。あとは、ケイ君。ケイ君はね、結局、プリンスケイ君。プリンスケイ君は、まあ、なんだ。ファンタジスタ確定の当初、まあ、2個金徳取れるかもっていうキャラなんですよ。で、こちらのケイ君は、ファンタジスタが不確定。しかも、2段階判定なんですよね。2回目も判定あるし、3回目も判定あると。なので、まあ、ケイ君は選ばない方がいいのかなと。この中では選ばない方がいいのかなと思います。まあ、テクニックキャラが欲しいなら、まあ、ケイ君悪くはないんですけど、まあ、今現状、どうなのって言われると、まあ、別バージョン出てる、ミネ、サラシナ、オートルカ、ユキ。まあ、この4人でも、まあ、普通バージョンを使います。ケイ君の場合は、正直、もう単純な上位互換で、通常バージョンがちょっと弱すぎるっていう問題もあるので、まあ、K は選ばない方が、俺的にはいいかなと思ってます。選ぶならば、結城、ミネ、サラシナ、オートルカ。まあ、この4人の中で、本当に始めたばっかの方は、ミネ、サラシナ、どちらかかなと。普通にデッキパワーが全くなくて、SR も本当に10枚ぐらいしかないよって方は、もう確実にミネがサラシナかなと思います。まあ、その場合は、まあ、アトリビが足らない方は、結城。で、前指が足らない方はサラシナっていう形でいいのかなと思ってます。あとはまたメンタルが足らないという方は、踊るかという感じでいくといいと思います。まあ、彼女が足らない方は世話焼きって言いたいんですけど、世話焼きって正直そんなに強くないんですよ。なので、彼女が足らない方はここでは選ばない方がいいと思います。現状彼女って、モンスター高校ではシルフ。で、ギアンド学園高校ではコモリと、ほぼほぼ、その高校の彼女しか使いづらいんですよ。
モンサ高校のシルフは普通に召喚の時に相馬を避けるし、で、コモリの方は、ギガント学園のコモリの方は、まあ、勧誘の人が増えるんですよ。うん。来やすくなる。なので、まあ、とりあえず、まあ、彼女は、世話焼きは選ばない方がいいかなと思います。はい。まあ、こんな感じでね、選択チケットありますので、まあ、まだ手に入れてない方は手に入れてください。そして、まあ、選んだ方がいいものは先ほど言ったものですので、まあ、参考になれば幸いでございます。はい。まあ、本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。